そうですね、糖分がちょっと増えるんで若干やっぱ発酵が早くなるっていう部分と、その固まるのがまあちょっと早いので、そこの部分をこうちょっとこう冷やしすぎないように。でそしたら大体まあこのくらいですかね、ちょっと表面がちょっとこうあの乾いてるような感じに見えるっていう感じですかね。そのくらいであのバター入れていきます。まあよくよくあるこういうやつ、ほらほらほら、あの上がりです。ちょっと 最初にこう生地がありますよね。これただこう半分にこう折ってあげた時のここの部分ありますよね。これをまずこの真ん中に持ってくるってことなんですよ。でもこうやって丸めて、ずっとこうやって丸めてると上の生地が中に入っていくだけなんですね。そうすると中にこういうふうに入っていくから、ここはどんどん薄くなっていくんですね。薄くなってる。例えばじゃあこの生地でいった場合に、まあ、こうありますよね。でこうでここでやっぱこういうふうにこう生地を中のガスを分散させてあげるということです。でこうやって分散、先ほど皆さんに食べてもらったのは30度です。でこれは今回途中で、3度プラスでいきました。よかった、ぜひやってみてください。本当に簡単なんで